おはようございます。MTF 塾女、50歳の村田理香です。今日は1月の日付は21日の日曜日ですね。はい、まだこう朝日が入ってる状況で、ちょっとここら辺が散らかってるように見えますね。まあ実際散らかってるんですけれども、はい、もうこんなに日にちが経ってしまうと、もう使えない言葉ではあるんですけれども、前回の YouTube の動画が、大晦日の日だったので、今年初の、2018年初の、動画になりますので、あえてこの日付ですが、言わせて。遅ればせながら、皆様、明けましておめでとうございます。はい、今年2018年も、よろしくお願いいたします。はい、確か大体15日ぐらいなんですよね、明けましておめでとうございます言えるのが。なんですけれども、まあ、とりあえず今年初動画ですので、近況としてはですね、そうですね、お正月休み、まあ、今の本業、副業、これを問うフレーズは、もう何年前から使ってるんでしょうかね。まあ、基本的には、フリーの、個人様向けの、野外周知をメインとした、アダルトビデオ撮影モデル、まあ、AV 女優というところが、私の基本スタンスなんですが、ご依頼数が少なければ、当然生活ができませんので、補う形でアルバイト。まあ、実際には、収入の主体は、ほとんどそのアルバイトに委ねているといった状況で、前回のYouTube でお話しているように、まあ、今営業ですね、アウトバウンドでの営業ということで。で、そのお仕事なんですけれども、とても私のその個人撮影の向けの、活動、まあ、ライフワークのその活動がしやすい環境になっています。というのも、土曜日、日曜日、祝日がお休みなんですね、その会社が。割とやっぱり、まあ、これまでのその撮影のご依頼は、やっぱりそういった曜日、暦でのご依頼がやっぱり多いので、非常に今、動きやすい状況になってます。で、実際、お正月の期間とか、ほとんどお正月休みだったので、さらにその後3連休。ありましたよね。ちょっとその3連休は、Facebook とか Twitter とかアメバブログとか、まあ、そのあたりもチェックいただいている、ファンの皆さんでしたらご承知の通り、私もどうかしてましたね。絶対に公開することはないというふうに固く誓ってた、すっぴん、本当にすっぴんです。それも無臭無整形、無美容で、映像の処理も、無補正、無加工、無修正、で当然エステとか行ってませんから、まあ、今はお化粧でね、BB の下地とかファンデの効果もあるので、シミもシマも赤みもないですよね。ナイスカバーです。で、それがされてない、あらわになった、50歳のすっぴん画像が出てるんですけども、その期間は風邪をひきまして、鼻の下も真っ赤になってまして、なんでその期間はちょっとまた別なんですけども、前置き長いんですけれども、お伝えしたいところはリバウンドかなりですね、またちょっと今さすってますけれども、かなり太りってきちゃいました。
せっかくダイエットでね、絞り込めていたんですけれど、もしかしたらYouTube の方でも今44歳からかな、43歳の YouTube はもう閲覧できない状況にしてますけれども、44歳45歳頃はシュッとしてたんですね。そこに限りなく戻せたので、いい傾向にあるなと。でその頃やっぱり一番ご依頼が多かった気がします。はい、魅力が取り戻せたかなっていった状況なんですけれども、また風邪ひいて一時的に痩せたんですけど、ちょっと喉に何も通らなかったので、また戻って今プクプクです。はい、ということで、太りましたという前置きの話とが近況なんですけれども、そんなこんなで、本日のリカのファッションチェックです。はい、ごくごく普通な自然な感じですね。でやけにですね、このグレーの色の特性なんですかね、おっぱいが大きく見えますね。不思議ですね。ここら辺は人間の持つ錯覚、錯視のお話になると思うんですけれども、大きくなってません。相変わらず育教ですので、全く包茎はしてませんから、大きくなるわけでもないので、これがとりあえず近況といったところなんですけれども、ちょっとですね、いい加減この右腕が痛いので持ち替えます。はい、左手で持つとこんな感じですね。はい、ということで、特にですねその後の変わり映えはないんですけれども、太りましたよっていうことと、それとお化粧するとやっぱりカバーできますよっていうお話で、もう一つですね、これは私のちょっとしたプンプンとした、愚痴みたいなもんですかね。一応すべての YouTube ムービーは広告が出せるような設定をしているんですけれども、何かその審査でですね、不適切的なところの、ジャッジを YouTube さんの方からされまして、広告が出ないページがほとんどになってます。でいくつか出るページもあるんですね。ページじゃないか、ムービーですね。でそれをこれとですね見比べたりするとその差がよくわからないんですね。全くこういったような今回のように、ほとんど顔だけに近いような YouTube 動画でも広告が出るような形を許可してもらえるのもあれば許可してもらえないものもあると。もっと言ってしまうと私的にはもしかしたら、今回の例えば動画はもしかしたらちょっとセクシャルかなと、セクシーかなと、これは広告出せなくなるだろうなと思ってるやつが実は出てたりするんですよね。どの基準どの目安なのかよく分かりませんけれども、そのあたりがちょっとした不満です。ちなみに今撮っているこの2018年一発目の YouTube も当然広告が出せるように設定します。で皆さん確認してください。もし出てなかったらなんで、特に偏った話をしているわけでもなく挨拶だけなのに、ましてねセクシーなショットが一つもないのに出ないんだろうと。これはもう、ここ一本跳ねてますね。こっちか、すごい跳ねてますね。すごい跳ねてる。これでも白髪ではないので、これは色が飛んでるだけですので、なんでだろうというふうにちょっと勘ぐっていただければ。私 YouTuber ではないんですね。それなり合いにしてるわけではないので、ただ傾向として割と
バラエティというか、おバカ系というか、非生産性というか、もっと言うと、なんかすごくもったいないことをしてるっていう、そういった映像趣旨が多いですよね、YouTuber さんって。別に誹謗中傷ではないです。客観視です。で、それは OK なのに、なぜに村田里香さんは、謎です。もしかしたら何かその裏側で何かこう目に見える圧力でもかかっているのかというふうに勘ぐってしまうぐらいのところですね。まあそもそも私村田里香さんはいわゆるカテゴリーはニューハーフですけれども、その世界業界に全く依存もしてませんし、むしろ否定的です。普通に一般の、女性として生きていくことを推奨しています。MTF、メールトゥーフィメールという方であれば、ぜひそうして、確立した地位と、を得てもらいたいと思う模範として生きているぐらいの、気構え、心構えがありますので、もしかしたらそういったところを封じ込められている。まあ、考えすぎかもしれませんけれども。はい、ということで、また右手がしびれてきたので持ち替えます。普通にただ喋ってるだけですよね。何をしてるわけではないんですけど。もしかして、私、再三にさっきもフレーズでありましたけど、無整形ですよ、無美病ですよ、全くそういったところにはお金をかけない、自然美、ナチュラルビューティーですよと。ナチュラルビューティーって言っても、それはね、シミがあったり、シワがあったり、赤みがあったり、当然します。何もしてないんですから。それでもね、女性らしくあり続けることは、立ち振る舞いや生き様、そういったもので確立できますよっていうのをずっと訴え続けてますから、そういったものが必要ですよって訴えてる、訴えられてるところからすると、目の上のたんこぶというか鬱陶しい存在なのかもしれないですけどね。はい、はい、ということで、あ、両手で持てば楽なんですね今更気づきました。あ、でも両手で持つと影ができちゃいますね。やっぱ左手外しましょう。はい、ということで、多分このムービーが、50歳の最後のムービーになると思います。きっと私の生体的な誕生日は2月の18日なので、まあ、次のムービー撮りまでもう1ヶ月もない状況ですから、次回、ムービーを出した時には、51歳でなると思いますので、50歳は本日のこのムービーが最終章ですね。44歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、50歳。今7年間のムービーが全部出てます。はい、その都度言ってることは、お伝えしてることは、基本的に軸がぶれないので、信念を持って、理念を持って、生活してますから変わらないんですけれども、まあ、変わってるところといえば、太ったとか痩せたとか、さっき薄くなったとかっていう指摘もあるんですけれども、それも自然です。自然に薄くなります。はい。何もしてません。なんか増毛とか育毛とか、なんか、宿毛違いますか。なんか植え込みとか、そういうのもないです。はい。自然なままでも、女性らしく、生きていくことを、探求し続けていきますので、皆さん参考にしてください。見比べると面白いですよ。はい、ということで、今日窓も開けてね、空気入れ替えながら、おしゃべりさせていただきました。本日の、ムービーは、こんなもの。では次回お会いするときは51歳になってます。よろしく。はい、では、演技に、やっぱり噛みますね、私ね。相変わらず噛みますね。これもう治らないのでしょうがないです。
はい、ということで、エンディングトークです。MTF 塾女、50歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。